今日はどん丸さんのですね、この新発売のメニューでちらし寿司、花ちらし、これなんですよね。開け方がわからない。おい、開いた。これはすごいよね。ちらし寿司の豪華バージョンみたいな感じで、いただくのがもったいないけど、いただいてみましょう。どん丸、これどうやって食べましょうかね。うわーすげー、まったけが食べられないから椎茸食べよう。うん、めっちゃジューシー。うな重のうなぎがあって、アナゴがあって、タコがあって、ホタテ貝があって、豪華ゴージャス。アナゴも行ってみようか。アナゴ、うまー、おいしい。アナゴはおいしい。アナゴの次にうなぎを食べるのはちょっと長いもの同士でこうバッティングする。ホタテ貝をご飯に乗っけて、おいしい、ほんとおいしいわ。これは例えばお家にこうね、お客様が来た時出してあげても喜ぶかな。うん、やってはいけないことをやってしまおう。うなぎ、これ、うまっ。うん、これはもう冗談抜きで美味しいわ。大好き。このうなぎのあんまり甘くなくてジューシーなうなぎだ。もうね、どん丸さんの花ちらしお買い上げよろしくお願いします。